パパパパパということで、ダニエル系井上空港に到着しました。到着しました。来ちゃったよハワイ。ハワイということで、本当にですね、約1週間の準備で、なんとかこうやってハワイにたどり着けるものなんだなと今実感しています。今空港で、これからですね、ウーバーを呼んで宿泊施設の方に行きたいなと思っているところです。で、率直なフライングホヌの簡単な感想なんですけれども、やはりとてもなんかどっしりとした乗り心地ですね。やっぱりその大きさをちゃんとなんか感じられる機体でした。テイクオフもゆったりで、ゆったりでした、うん、なんか着陸もね、なんかそんなにこう、ガタガタ揺れるっていう感じじゃなくて、なんかふわっと上がって、ふわっと降りてくっていう感じで、私は個人的にとても機内も広いので、圧迫感がなくて、今回一番よくエコノミーでしたけど、寝れました。で、たまたま、前が壁の足元が広いところが取れたというのもあるんですけど、ただそれでも他の席を見ると足元にフットレストがついていて、全体的にやっぱり横幅なんかもね、機内自体そのものがやっぱり広いので、圧迫感もなく、エンジン音も私は場所によるとは思うんですけど、若干少なくともイヤホンとかしてると、ほぼほぼなんかもう全然問題ない感じ、とても快適なフライングホヌの旅でした。なのでちょっとでも気になっている方、ちょびっと上乗せしたら乗れるななんていう時は、ぜひですね、フライングホヌ本当に素敵な機体でした。乗り心地、外見ともぜひお試しいただきたいなっていうのが感想ですね。ものすごい宣伝の人になってるけど、でも次も絶対使ってみたいって思うような機体でしたよ。本当そうですね。歓迎の仕方もね、フライングホーム独特のなんかちょっとこう待ってるくれてる人がいたりとか、なのでぜひおすすめです。それではウーバーを呼んで、宿泊施設に向かいたいと思います。それではまた後ほど See you again。